安倍川上流の大谷法、大谷法の一近景。大谷法は、静岡市青井区の大谷霊の南斜面にある、1707年の法永地震によってできた三大崩壊である。1858年に富山県で起きた飛び山崩れ、1911年に長野県で起きた冷えた山崩れと共に、日本三大崩れの一つとされる。大谷霊は、 標高1999.7メートル、安倍川の水源の一つである。大谷方の位置に崩壊地があったことは1530年4月に、記された、駿河国安倍軍梅が、島村差出し市に、大谷方という崩壊地があり、さらに下流には、長さ1里、横幅10丁の池があると記されている。崩壊で発生した土砂は1億2000万、立方メートルと推定され、これが、 三河内川を咳止めて大池を生じ、明治諸島まで存在していた。また下流に滝も作り出しており、この滝は土砂のために真っ赤な水を流し続けたことから赤水の滝と呼ばれている。現在でも大雨の後には多量の土砂崩落が見られる。山体崩壊の迫力のある形状とともに、春の新緑、秋の紅葉、冬の雪化粧などの景観にも優れることから、 山のふもとまで訪れる観光客も見られる。赤水の竹 ABCDE 竹内達夫、堤博士大谷放射防学開始ボリューム38ナンバー3、P20 から22に、海底版南アルプス学、概論。静岡市。2019年10月2日閲覧。放映地震による土砂災害事例。内閣府、防災情報のページ。 2014年6月19日閲覧。第139号2001.4月号ボリューム34ナンバー1。一般社団法人全国地水砂防協会ホームページ。2014年6月19日閲覧。第148号2002.10月号ボリューム35ナンバー4。一般社団法人全国地水砂防協会ホームページ。 2014年6月19日閲覧、ありがとうございます。